まあでも長期目線的にはビットコインまだまだ週足レベルでどうのこうの国営取る状況じゃないし、他のだって7円目に触ってる場合で完全に貫通して下行ったわけじゃないから、コロナの例取れば25円目週足触りかけても、そこからまた戻して角度つけて現在時価総額は下げとるであれども、長期的な週足チャートは移動平均線とローソクだけで十分に上げとるから、あんまり意識する状況じゃないかな。でむしろ別に他買っといてそのままホールドでもいいんじゃねえかというぐらいで。はい、じゃあ2019年6月11日本日の仮想通貨時価総額と上位10等国にドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、というより昨日は音声ノイズが入って途中で話がつながらなくなって、結局取り直すのも気にならなくて投稿はやめましたということで、相場は分かっとるので続いていくと、まずは時価総額がアメリカドル換算で若干戻した、上昇どっちでしょう、戻したって言った方がいいかな、253ビリオンと、全体的にはグリーンが目立って、特にあれですよね、ライトコインは半減期があって多分おそらく 10% 近く上昇したのはそれじゃないかなって、カルダムはよくわからんですよね。 5% 弱ぐらい上昇で、まあ下げすぎた感もありますけど、全体的には日足レベルでこけかけたところを少し戻したっていうところで、まだまだ相場的にはっていうところじゃないかなって想像しながら日本円換算の時価総額をいくと、こちらも若干戻したかな、27兆6583億と。順番にでは仮想通貨時価総額1位のビットコインからいきましょう。昨日は財布チャートがメンテで見れんかったんですけど、無事に復活した様子で、週足からいくと20円目120円目そこまで相場環境を変えるほどの角度は変わらず、ローソク的には下げかけたところを一旦耐えたとこっすか、85、6前後で、まだまだやはりあれですね、週足レベルではとりあえず意識する状況ではないです。日足いくと、ただここら辺はあれですね、120円目に関して微妙に角度弱まり、20円目がほぼ水平気味、その下にローソクがいて、さすがにあれですよね、ここら辺でポジション解消しておる多分多いんじゃないですかね。自分でもこれ20円目下抜いていくのは特に日足レベルの多分週足が上向いてても一回切るでしょうね。で、ここでまた上がってたとこを拾いたい場面かなってところで、詳細を4時間でいくと、大きく上げたのが昨日の20時、夜8時から日付変わる12時ですか。そこで長いのつけて20円目を抜いてって、現在はじわりじわり上昇しとる。ただ日足レベルの、これが 120MA 日足換算ですか、そこら辺にもまだまだ距離があって、ここをやっぱ抜けんことになるんですよね。サイドのロングとは言えん状況ですよね。週足レベルでは上向いとんでまだまだですけど、そうだね、やっぱここら辺はエントリーしたいところだし、次目指すならここですわね。ここ抜いたところが本当に本格的なエントリーポイントだろうなーってところで、はい、次はイーサ。単純な数字とビットコイン見た限りは全体的に似たような相場だと想像してしまうんですけど、イーサ行くと25MA、7MA 角度変わらない、もうやはり 7MA にローソク触りかけて、週足レベルのここら辺のあれか、 7MA 抜けるとポジション解消、自分なら1回あれかなするかな、これは日足 25MA と一緒で、やっぱり世間的にバイナンスチャートを利用してる人が多くて、どうしてもここら辺の7、25、どの足、特に自分で言うと4時間日足週足で使うから、やっぱそこ下抜いていくとさすがにあれですわね、ポジションは逆の方向へ持ちたくないってこと解消しますわね。特に上位足との意見が定まらんなるというところで、冷やしていくと 7MA 下気味、 25MA 水平やや下ということで、当然ロウソクも下にいて、やっぱあれですよね、下げた分を多少戻してったっていう解釈でいいかなって。これで前日比 5% 弱ぐらい上昇です。4時間いくと 25MA ほぼ水平気味、 7MA がなんとか今上向いたんですか。一応は昨日4時間足の範囲内で安値切り下げるも、昨日の夕方5時ぐらい、ここら辺 7MA 抜いて夜中付近とか、そんなあたりで25MA をなんとか抜いたとこですか。ただ現状はそこまで乖離離れとるわけじゃないけど、そうだな、上げたってより戻したっていう解釈が正しいですわねってとこで、はい、次はリップル。ほんとここは何のニュースが出ようとなかなか相場に影響してこんっていうところで、 25MA が一応は上向いとるも、角度がかなり弱まって水平に近くなったと。その通り 7MA にもロウソク触りかけて、なかなか伸びきれん状況ですわね。週足でロング目線には入っとんですけど、日足くと 25MA やや右下、 7MA 緩やかに右下、ロウソクがなんとかあれですか、安値切り下げるまでいかんけど 7MA 触るぐらいで耐えとるとこですか。相変わらずネタが入っても本当に相場に影響しんよなというところで、4時間行くと 25MA やや右下、 7MA でなんとか、やっぱあれですか、夜中ぐらいここら辺で 7MA まくってて抜けかけようとするも、現在はあれですか、また叩かれて 7MA の下と、上げそうで上げきらん、戻しそうで戻しきれんって歯がゆい相場ですよねというところで、はい、次は
ライトコイン。もうこれは他に上がっとるトークンがないで、書くことないで、各メディアこんな記事ばっか書くんでしょうね。半減期に過去つけて。チャート行くと 25MA、7MA 順調に角度ついて。特にロウソク帰り離れて高値も更新し、やっぱどうしても半減期ですよね。そこら辺の影響が高いだろうなと。それはそうですよね。今まで100個売っとったものが今度50個になるとか、プレミア感出たらそれは欲しくなるわというところで。冷やしていくと、25MA それほど角度変わらないも、7MA 角度ついたのが高値更新して、やっぱその辺の影響でしょうね。値段的にはそれしかないというところで。4時間行くと、同様ですね。25MA 角度変わらないも、7MA 角度ついてきて、特に、昨日の夕方5時から21時9時で長いのつけて、高値更新が今日の朝方5時から9時、4時間足の範囲内で更新しましたよってとこで、そこら辺の影響でしょうね。確かにラインとコインだけは強い相場ですもんね、本当に。ただ短期的な水物なんで、それがどこまで続くかってことですね。はい、じゃあ次は、キャッシュ ABC。週足 25MA、それほど角度変わらず、7MA も変わらない。もうロウソクが触りかけてどうでしょう。抜けるまではいかんけど、久しぶりにあれですね、1ヶ月ぐらいか、安値がようやく触りかけたっていうところで、冷やしていくと、25MA 水平気味、7MA やや右下、その直線上にロウソクがいて、他のトークに比べは割と耐えとる方ですか。25MA の角度変えるほどまだ行ってないというところで、はてはてそこからどうでしょうというところで、4時間行くと、25MA 水平気味、7MA が下げかけたところを戻してきて、現在は水平に近いところですか。25MA に近いぐらいまで戻してきたところで、数日ほんと3、4日ぐらい見れば完全レンジですね。どっちつかずの状態で、それが冷やしの 25MA にも現れとるわなというところで、さすがに今まで上げすぎた感ありましたからね。はい、と次は EOS。 ダップ関連の秘密鍵貫通があって、全然世間的なネタになってないんだけど、どうなんでしょうというところで、チャートへ話を戻すと、 25MA 角度変わらず順調、 7MA も角度変わってない、もうロウソクが触りかけてどうでしょう。これで1回目のポジション解消を意識する瞬間になったんかなって。なんでこんな、本当に毎日言っとんだけど、いいニュース発表してからこんな下がってくんやねんって感じで。日足は 25MA 水平気味、 7MA の右下角度がようやく水平に収まったぐらいですか。ここ 2,3 日のところで、ただ 25MA の下にロウソクがいますと。4時間いくと 25MA 水平気味、 7MA も現在水平気味になって、キャッシュ ABC に近いぐらいですよね。ここ3日ぐらいで見やそんなに価格変動はなくて、もちろん1週間とかそれぐらいの目線でいけば当然下がっていますけど、ソーシャル関連のダップは本当期待なんですけどね。その期待と裏腹に下がっとるのが歯がゆいというところで、はい、次はバイナンス。週足 25MA、 7MA が全角度変わらず、ロウソクも乖離離れて、高値更新するわけではないけど、相変わらず順調ということで、そりゃこんな何ヶ月間の間でこれ何マイナスの赤証明したのが 1,2,3,4 本、それもこの4本がどうでしょう。この1本より短いということで、それは上がっていくわということで、冷やしていくと 25MA 角度緩やか、 7MA 水平気味、その直前にロウソクいて、これもあれですね、 3,4 日で見ればそこまでの大きな動きしてないところですね。4時間いくと、ここもまたはっきりしんとこで、 25MA が水平やや上向き、 7MA で右下向いとったのが昨日の5時13時、そんなあたりにまくってって、昨日の21時あたりに 25MA 抜いてって、いけるかいけるかで 99MA 届きそうになるも、今日の朝9時、ここで4時間足の範囲内で割と長いの叩かれて 25MA 付近まで戻ってきましたと。なかなかあれですね、上げてきそうでは上げてけんって、長期的なもちろん期待は高いんですけど、ただこうやってやっとカーンって跳ねてくると、やっぱもうあれですわね、エントリーしとって十分いい状況ですわねということで。はい、じゃあ次はビットコイン SV。 週足 7MA、 30MA がぜん角度順調と、乖離も離れて、週的にはマイナス形状しそうかどうかっていうんですけど、まだまだあれですわね、長期的にトレンド変えるほどの状況ではありませんと。冷やしていくと、 30MA 角度変わらないも、 7MA が右下向いて、なんとかあれですか、ロウソクがその右下向いた角度に触りかけたところで一旦は下げ止めたっていう感じですかね。これで前日比が 4% 弱ぐらい上昇。4時間いくと、 30MA 緩やかに右下、逆に 7MA が少し右上向いて、その真ん中にロウソクがいて、要はレンジってことですよね。ここもやはり 3,4 日見ればそこまで大きな動きはなくて、なんとか下げ止まっとる、維持しとる、まあそれをレンジって言うんですけど、だよなってとこで。はい、じゃあ次は体の久しぶりに寝ただけに、何でしょう、 5% ぐらい前日比上昇して、週足 25MA 角度変わらず、 7MA も水平気味、ロウソク触りかけとる、もう少しあれですか、上昇した分高値がピクリと戻した感じで、だからまだまだこの週足レベルの環境を変えるほどではありません。日足行くと 25MA 水平気味、 7MA がやや右下をなんとか水平に近いところですか。ロウソクは現在高値が 25MA 触りそう、逆に
安値が 7MA 下がっとると、まあ非常にレンジな状況というところで、4時間いくと 25MA 水平気味、 7MA が昨日の5時とかそんなあたりですか、抜いてって夜中の1時とか逆に前日の9時とかそんなあたりからじわじわ上げていくも、やはりここら辺も朝方9時叩かれて 99MA 行く前に叩かれ、現在は 25MA の少し上にいますと。いや、数日単位で見ればレンジの動きと、なかなか全体的に戻したといえど歯がゆいっていう状況が続いとるよなってところで、はい、次はステラ。週足 25MA 水平に近くなる、 7MA の角度も緩く、ローソク的には 7MA 触りかけて、長期トレンドがなかなかあれですね、角度つくまでが時間かかりますよね、やっぱ 25MA の。特にステラだけじゃなくて他のトークも渋い状況だから、なかなか一つだけ上げていくのは致し方難しいよなってところで、日足行くと 20MA やや右下、 7MA 緩やかな右下、ローソクはその 7MA の直線上にいますと。当然 25MA の下で、これも日足レベル見るなら一回切っとる状況で、ここからどうでしょうね、角度ついてくるとこまた拾いたいタイミングなのかなってところで、4時間いくと 25MA 水平やや右下、 7MA がなんとか右上に上がってくる、もう現在時間では叩かれて、ロウソクは 7MA の下にいますと。これもそうですね、昨日の5時とか9時とかに上げかけて 25MAたどり着きかけるところを朝方9時とかで叩かれて、現在は 7MA の下と、やっぱ歯がゆい状況ですね。ここ 2,3 日で見ると本当になんとか戻してきたけど戻しきれてないというのが全体的な見解かなというところで、はい、とそれで最後ドル円、はい、と昨日は相場取って結局ノイズで消えたんですけど、とりあえずは似たような時間から戻っていくということで、昨日の12時頃から追っかけていくと、アジアで短期角度上ついたのを1時間足です。で、ロウソクがその上にいて、なんとか上げて上昇してって、ロンドン入ってどうかっていうところ、一回叩かれるんだ、6時とか7時とかそんなあたりで短期触りかけて、また軽く抜けて9時とかですか。これで割と長いのぐらいあって短期一気に下抜いて、当然短期の足も右下向いて、ニューヨーク入ってそのままじり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 右下下がりながら、朝方行ってもどうなんやっていうところで、アジア行ってもどうなんやっていうところを朝9時とかです、ここで下抜いた中期短期を抜いて一気に角度変えて11時とかにあれか10時とかか、割と長いのつけて短期も一気に上抜いて、現在時間が 108.半ばぐらい、56ぐらいですか、若干は戻してきたかなってとこですか。足いくと中期の角度を変えるまでじゃない、もう短期になんとかロウソクが触りかけて少し角度を緩めたぐらいですか。どうでしょうかね、ここら辺で跳ねるときはこいつまた一気にカーンときやがるんで、ほんと恐ろけえっていうところで、一応はあれか短期に触りかけてってところで、で週足いくとこちらはまだまだで、中期角度右下、短期右下急角度ついて、ロウソク乖離離れて、まあここでどうのこうのポジション取るような状況では全くありませんってことですね。売るにしても買うにしてもこんだけ乖離離れたところでどっち転ぶかわけわからんっていうところで、いくら下げ目線とはいえ、はい、ということで、もう全体的になんかに似通った相場なんで、ビットコインへ戻そうとしましたけど、せっかく順調なライトコインへ目を向けると本当順調ですわね。順調何遍でも言えるぐらいで、 25MA も 7MA も角度ついて、何よりロウソクの乖離が離れて、他のあれですよね、週足レベルで 7MA でロウソク触りかけとるトークン多くて、ビットコインだってそうだし、バイナンスはもちろん例外として、他のトークンもほぼ触りかけて、逆に週足目線でも 7MA 下抜きそうだから一貫ポジションを解消したいのを意識させる一方、ライトコインに関しては全く順調で、おそらくというか世間の見方通りに半減期の影響でしょうね。ただ長期的に続くものじゃなくて瞬間的なプレミア感だから、これ現在は上げとってもなんかほとぼり冷めるとパカーンってまたやられる感じがあるから、あんまりあれですよね、時価総額一応上げてきとるけどそんなに鵜呑みにする状況じゃないかなって。技術的には EOS のソーシャルブロックチェーンプラットフォーム開発が十分ボイスです、でかいと思うんですけどね。ただ相場は全くそれとは逆の動きしとるというところで、全体的には時価総額は一応戻しとるも、週足レベルで特に 7MA 触っとるの多いし、日足で言うと 25MA 下塗りとるの多いから、長期的には上げでも一旦ポジションを解消するっていう自分の味方なという人が多くなっとる状況じゃないかな、単純な大衆心理の相場として。バイナンスライトコイン以外は割と似通ったところで、もちろんかけ離れた上げ方してる SV とかは別ですけど、まあでも長期目線的にはビットコインまだまだ週足レベルでどうのこうのコケ取る状況じゃないし、他のだって 7MA に触ってるぐらいで
完全に貫通して下行ったわけじゃないから、コロナの例取れば25円目週足触りかけても、そこからまた戻して角度つけて現在時価総額は下げとるであれでも、長期的な週足チャートは移動平均線とローソクだけで十分に上げとるから、あんまり意識する状況じゃないかな。でむしろ別に他買っといてそのままホールドでもいいんじゃねえかというぐらいで、どこの後足の目線でどこまででポジション取るかだけですわねというところで、はい、とそんな感じで以上2019年6月11日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。ライトコインはおそらく短期的なプレミア感だけだと思うんですけどね。